Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第58回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。さて今回は家のご飯をテーマにお話ししたいなと思うんですが、何を隠そう私は食べるのは大好きなくせに作るのは底辺というとんだ低たらくでして、以前もね料理家の渡辺康弘さんを招きして自炊のお悩み相談室なんて会をやったりしたくらいで、本当に日々研鑽を積んでいる最中なんですけど、本当にねもうこう自分の手で美味しそうなものをこしらえている人たちっていうものへの憧れが非常に強くて、もうインスタ越しに彼らの食卓を眺めつつ、その頃私はという感じでこう失敗してグズグズになった親子丼とかを一人食べていたりするんですけれども、今日はそんな私が憧れている一人でもあり、暮らしのスペシャリストって言ってもいいのかなっていうふうに思うんですけれども、そんな素敵なゲストを呼びしております、モデルの高山美代子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー嬉しい、やっと会えた。初めましてなんですよね。そうなんです、もうずっとお会いしたか、もうどうですか、多分もうね、はい、4、5年ずっと拝見してて、お会いしてみたいな、きっと多分行ってる場所とか、うんうん、結構近いところとか、ね、同じところとか、はい、共通の知り合いとか、そうそうそう、すごく多くって、うんうん、でもまだご挨拶できないなってずっと拝見してたんですけど、拝見も拝聴も全部してたんですけど、私こそだからなんか今日やっと会えた、まさかの相思相愛という、はい、そう、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。美代子さん、よかったら自己紹介、よかったら、はい、はい、モデルとか、うん、本の執筆とか、うん、あとは時々ラジオで喋ったり、いろんなことをやってますね最近は、うん、高山美代子と申します。趣味は、食べること、お料理、あとはランニング、食べるために走ってるような感じです、いつもね仕事前にランニングしてきましたとか言って、そうなんです、すごい、私にはできないと思いながら見てる。本当に慣れるものなら平野咲子と思うぐらい食べてもその太らない体が欲しい。そんなことないですよ、全然私もすぐ体出るんで。どこにそれついてるの？いや基本私ロングワンピースが多いんで、うんうん、下半身の方に収納してます。あ、収納してる、して私もそうやっていいよ、収納っていいよ。そう、うまく収納してます。整理整頓がね上手にできてるので、させていただいているんですけれども、まず、うん、今日ちょっと最初にお伝えしたいのが、はい、ご結婚おめでとうございます。 ありがとうございます。もうインスタにアップされてたお二人の写真館、はい、鼻でのツーショットがもう眩しすぎて直視できないとなってたんですけど、ご入籍されたのはいつ頃なんですか？入籍は5月26日なので、まだね2ヶ月経ってないんですよ。そっか、じゃあもう本当にもう最近っていうことで、うん、そうなんです。私入籍前夜かな、二、うん、人で餃子を包んで焼いたっていう投稿がもうキュンだったんですけど、はい、私すごい家で作る餃子に特別な憧れを抱いてしまう性質がありまして、うん、はいはい、うち家の餃子の習慣がなかったんですよ、うん、なんか餃子といえば買ってくるものか、うん、外で食べるものみたいな感じだったので、うんうん、家で餃子を包んで食べるっていうシチュエーションの憧れが強くて、うん、なんか SNS 上とかでも知り合いとかがこう友達とかでビール飲みながら餃子包んでたりとか、うん、フライパンでひっくり返して成功みたいな、うんうんうん、憧れるあれ、そう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 、そういうのやってるのを見るのがすごい憧れだったんですけど、うん、ちょっと眩しいですよね、ちょっと眩しくて、うん、そしたらもちろんというかね、美代子さんもご自宅で餃子包まれているということで、
餃子、はい、私独身の頃から、うんうん、たまに餃子作ってたんですよ。なんでこんなめんどくさいものを作ってるんだろうって我に返りながらだっていろいろ刻んで、うん、刻む作業もちょっとめんどくさいじゃないですか。そうですよね。で買ってくるんだったら、うん、だいたいまあ1人、まあ、1人分に大体6個とか、うんうんうん、で多くて食べてもね10個ぐらい食べたらもうお腹いっぱい、まだ食べれるか、うん、私はねさっこさんだったら3皿ぐらいいける？全然いけますね。いけるか、まあ、私も今ちょっと可愛い子ぶりっこして一皿的な感じ言ったけど、はい、餃子だけだったら3皿いけるいけます。 だけどそれでも 6×3、うん、18個とか、うんうん、18個なんて別にわざわざ刻んで包むほどじゃなかったりするじゃないですか。そうですよね、もっとできちゃいますもんね。そう、餃子の皮って大体、うん、30枚とか。確かに1個買っても、うん、そのなんか 1個1袋分を作るのもすごい大変だし、うん、まあこんだけ刻んだら2袋分ぐらい作ろうかと思って刻んで揉んで、はい、で包むじゃないですか一人暮らしの時とかすごい虚しくなりながら作ってて、多いなみたいな。そう、なんで私はこんなめんどくさい料理を一人でやろうと思ったんだろうその餃子を作るっていう、 こう眩しさに憧れてやってみたけど、なんか一人じゃ余るし、まあ冷凍するんですけど、それをでも結果冷凍した餃子ってそんなに食べないんですよね。わかる、なんかね気づいたら霜降ってるみたいな感じでね。そうそうそう、遠いなんかもう半年か1年ぐらい寝かせた餃子そうそうそうあれってもう冷凍焼けしちゃってね、あんまり美味しくなくなっちゃってるから結果ガーンみたいな感じになるんですけど、はい、そう、入籍前夜はなぜかね、なんでだったっけな、なんか餃子を作ろうってなって、その入籍する日はせっかくだから、うんうん、まあ、最初の結婚記念日になるから、うんうん、お寿司を食べに行こうって張り切って予約をしてたんですけど、うん、そんな毎日贅沢してもねってなってじゃあ餃子でも包みますかみたいな。いや素敵まあこれぐらい普通な感じが私たちっぽいよねって言って。いやいいな、うん、でもあれ写真をよく見てると、うん、そ食卓に焼く前の餃子が並んでて、はいはい、しかもその隣にホットプレートあって、あれはあの食卓で食事をしながらホットプレートで焼いてくってことなんですか。そうなんですよ。何それ、ちょっとなんか楽しそう楽しいそう、なんかね、あのね丸いドーンみたいなのできないし、ちょっとこうバラバラに焼けちゃうから、はい、エンタメ感はないんだけど、はい、でもなんかすごくなんだろうな、記念日感、なんか餃子記念日じゃないけど、かわいい、あの雑でねこう村のある感じとかもちょっと愛おしいみたいな、共同作業で、そうそうそう、で焼けたとこから食べていくみたいな普通のなんか憧れの餃子とはちょっと違ったんですけど、うんうんうん、意外とホットプレート餃子も悪くないなって思いました。素敵、ちょっと私あれ見てホットプレート買おうかなと思ってでも持ってなくて、でも結局焼いて美味しいのはフライパンの方が美味しいと思う。まあそうですよね、確かにこうね、うん、蒸しながらね、そう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 、うん、ちゃんと焼き目もつくし、うん、温度も上がるからパリッともするし、うん、ホットプレートだとちょっとこうやわい感じになって、あまあでもそれを誰と食べるかとかこのシチュエーションを愛せるかみたいな部分。 いいですよね。いやでもホットプレート結構使われるんですか。ホットプレートは意外とパンケーキ的なものも焼けたりとか、うんうん、お好み焼き作れたりとか。お好み焼きやってるの美味しそうだったすごい。そう、あれなんかね、すごいあの粉の少ないお好み焼きっていうのを私は結構あのダイエットにもよくって、何入れるんですか。もうベースは豆腐なんですよ。なるほど。そう、豆腐の水分とボリュームで粉の代わりにして、であとは卵と、でも本当にスプーン一杯ぐらいの、うんうん、うちは米粉を使うんですけど。なるほどね、もっちり。そう、そうすると結構ちゃんと固まるし、うん、すごく満足感があって、うん、結構食べ過ぎたなっていう、まあ後のちょっとこう、うん、なんだろうな、お腹はいっぱいになりたいけどちょっとカロリーを抑えたいなっていう時にすごくいいです、うんうん、なんかその宮子さんすごいそういう
なんかどっちも満たすみたいな、うん、あの罪悪感のないけどこう満たされるみたいなレシピも、うん、たくさんなんかノウハウが詰まってるからちょっとこれからって聞いていきたいんですけど、はい、ちょっともう一個キュンいいですか、うん、キュン私あのお天気の日に屋上にシーツを干して取り込むときに、うん、缶ビールを持って一緒に行くっていう話が、はい、うん、もうビールの CM かなっていうキュンが過ぎるって思ったんですけど、いやなんかうち、はい、あの主人がすごい洗濯が好きな人なんですよ、うんうん、それももうすでになんか CM みたいないやなんかもう一人暮らしがお互い長いと、うん、得意不得意っていうのが結構顕著にあって、はいはい、でもそれを認め合ってる、その得意なところは得意な人がやる、で苦手なところはまあ得意な人がね、あの、うん、楽しくやればいい、その代わりに私はお料理しますみたいな感じなんですけど、うんうん、あの洗濯ものすごく上手で、なんか干し方とかセンス出ません？もう私全部乾燥させちゃうからわかる、乾燥機自動のあれで、いやでもねタオルはぶっちゃけ乾燥機のふわふわがやっぱ気持ちよくて確かに確かに、まあ、うちのルールが、うん、その得意なことその仕事をやる人が、うん、もうなんていうファーストみたいな、なるほど、その人のもう哲学でやるっていう、そうなんですよ、うん、だから洗濯はまあ主人に任せてるんですけど、あんまりやりっぱなしとかやらせっぱなしも悪いから時々手伝うよって言いながら、せっかく屋上行くからじゃあビールで持ってくかって言って夕暮れの中みたいな、そうするとただ取りに行くが、はい、まあそのアペロタイム晩ご飯の前のおしゃれな、そんなね外食でアペロするみたいな感じじゃないんですけど、まあ食前酒みたいな感じで、あの取り込みながら今日どうだったとか最近こうだよねみたいな、家のなんか食卓では話さない話を、そうですよね、うん、抜けの風の吹くいい時間に、そう、あと喧嘩した後とかに時々行くんですよ、マジですか、ちょっと話そうかっつってちょっと屋上そうそうそう、屋上集合しようっつってちょっと会議やみたいな、ちょっと体育館裏呼び出すくらいの感じでそうなんですよ、そうするとなんか 何かしながらとか、はい、風に吹かれながらとかながらで話すと結構ね、はい、あのお互い素直にというか、はい、なんかね意外といいですよ、良き人間関係に屋上必要ですね、うん、すごくいいと思います、うち屋上もベランダもないからな、あーそっかもうギュみたいなじゃあなんかこう窓を開けて換気して、そうそうそう、窓際にできるだけ行ってちょっと風通しよく、そうそうそう、朝のすごい爽やかな風 か、まあ、夕方とか夜になる手前ぐらいのね、はい、6時50分ぐらいの風が気持ちいいんですよすごい正確な時間来たそうなんです、なるほど、すいません、うん、なんか新婚さんいらっしゃる状態に、いやいや嬉しいです、ありがとうございます、申し訳ないんですけれども、あの今の話とかも高山さんのインスタグラムでね、あの拝見できたりするんですが、あのハッシュタグでみやれご飯、うん、はい、で検索すると日々のご飯がねずらりと出てきて本当に幸せな気持ちになるんですが、うん、私がいつもそのみやれご飯で驚かされるのが、うん、その品数の多さ、もう私とか仕事終わってお家でご飯作るとき、うん、本当にご飯味噌汁一品とか、うん、パスタサラダ限界みたいな感じが結構多いんですけど、うんうんうん、こう宮子さん本当お忙しいはずなのになんでこう6品ぐらい並んでるんだろうみたいな、うん、あれどうやって作ってるんだろうっていうのを聞きたかった。なんか私多分本当に欲張りなんですよ、うん、で、はい、あの頑張った日こそ美味しいもの、はい、まあそれはみんなそうか、うん、やっぱりね美味しくないより美味しいもの食べたいし、うんうんうん、お腹いっぱいにもなりたいけど、うん、ちょっとヘルシーでいたいとか、うんうんうん、でやっぱ仕事柄翌日の体調とかもすごくコンディション的に気になるので、うん、そうすると炭水化物を夜いっぱい食べるとやっぱりねこう、うん、起きた朝にヘビーだったりとか、うんうん、本当はしょっぱいものも好きなんですけど、うん、結構現れ年齢とともに現れやすくなってるので、うんうん、それで言うとなんかいろんな副菜をちょっとずつ食べて、で味を変え品を変えだとあの濃い味とかあのがっつり味じゃなくても結構満足できるんですよ。例えば酸味を効かせるとか、うん、スパイスを効かせる、
お醤油の代わりに叩いた梅を使ってみるとか、はい、いいねそうなんかね本当にちょっとこう柑橘を絞るだけで塩分の量が減らせたりとか、その柑橘も季節によってとか、出張先で買ってきて、今日はじゃ あのこのなんだろう、この土地で採れたものにしようとか、あと最近レモンの木をね、友人にお祝いで、結婚祝いでもらったんですけど、ベランダにレモンがなってるんですよ。ね、ちょっとどこのシチリアだそれはって感じなんですけど。そうなんですよ。すごいですね。でなんか結構実ができるから、ね、それを切ったものをギュッて絞ると、なんかすごい幸せな気持ちになりながら、なちょっとこう本当は塩分取りたいけど、まあその代わりに美味しいレモンにしとこうとかね。そんな感じで。結構目にも楽しいと、いっぱい食べた感じになって締めがいらないとか、あすごいなんかホルモンバランス的にめっちゃお肉食べたいって思っても、お魚とかお豆腐系とかで満足できたりとか。だってある日の献立で、葉付き人参のチヂミ、野菜たっぷり冷えしゃぶ、厚揚げと甘長唐辛子と新生姜のおかかあえオクラとみょうがの梅オイルあえ、ズッキーニのナムル焼きそら豆みたいな、もう尋常ではないって思いながらすごいって思いながら拍手してました。でも、なんだろう、焼いとくだけで、そら豆もね、あのや魚焼きグリルにも入れっぱなしでいいし、で甘長唐辛子とかもそのまま焼くだけが一番美味しい、確かにそうなんですよ、いろいろやっても結局、私あの美味しいものってお店にはかなわないとだから家で食べるものは、まあ素材の味とか簡単で早くできて、まあ、栄養バランス、あとお腹も満たされて見た目もなおよしみたいないやすごい、やっぱり全部網羅しててアメージングなんですけど。アメージングえでもお料理手早く作るコツってなんかありますか？なんか、あのすごく順序、でも咲子さんって文章すごく、本当に私もう なんだろうなそれこそアメージングもうミラクルなアメージングな、すごいアメージング交換しちゃいました。すごい本当にこの一つの食材とか一つのおやつからなんでこんなに素敵な言葉が生まれてくるんだろうっていうぐらい、私はうっとりするんですけど、でも文章を考える時とちょっと似てるかもしれないんですけど、構築していくというか、最初にこう、まあなんか軸を決めると、メニューのその主役になるもの、そしたらそのそれに向かうまでの工程、その中で並行してできること、でなんだろうな、お塩を振っておいて時間をたなんていうの、時間を置かないと、あの調理できないものとかもあったりするんですよ、お野菜って、そうそう、なんかそのまんまよりも少しお塩を振って、本当に一つまみのお塩でこんなに傘が減ってこんなに味が濃くなるんだっていうぐらい、ね、そう水分もすごく出るし、例えばきゅうり千切りにして、千切りにしただけのきゅうりだとすごいシャクシャクしてるのに、それに一つまみお塩をしてしばらく、まあ、10分15分ぐらい置くだけで、傘がもう絞ると半分ぐらいになって、もうそれだけでなんかこう素敵な器にねギュッて高く持って上にごまをパラパラってして、ごま油かけるだけでほんと結構な良い副菜になって、それがすごい、その盛り付け方もめちゃくちゃ上手ですよね。いやあれはもうお店に行って、あの大将たちのさ、手元って本当に美しい所作とかも、すごい本当にあのもうお箸、うわすごい先の細いお箸でこんなに山高くするんだなとか見ると自分がボールからザザザザって持ってたことをすごい反省したりしながらやっちゃうんだよな私。やりますよね。いやいや、やりますやります。そこの盛り付けの綺麗さ本当にすごいなって思いますし、根本の性格がすごく雑だから、そういう時にあえて雑はダメっていうことをすごい頭の中に入れながら、盛り付けの時はすごい細心の注意を払ってちょっとずつ高さを出してます。あのお皿のコーディネートとかもすごい素敵だなと思って、前もなんかカツオのたたきを青い器に乗ってらっしゃったのがすごい素敵で、青い器はやっぱ使えます？青っ
てすごくお料理が映えるんですよ、うん、美味しいものって茶色いものが多いじゃないですか。確かに例えば唐揚げ、うん、例えばカレー、うん、ハンバーグ、照り焼きとか、うん、焼肉もそうだし、うん、なんか美味しいものって大体茶色いじゃないですか、うん、で色のその法則で補色っていう関係性があって、はいはい、まあ、きっと多分平野さんもご存知だと思うんですけど、うん、その茶色とか赤の反対にあるのが青で、うん、で青ってあの食材の中で唯一ない色とされていて、確かに、だからそれが入ることですっごい一気にそのなんていうの、その食材が違う世界に連れていかれるんですよね、うん、で美味しいものにまあ、白はもちろん合うんですけど、シェフたちの手に取り掛かれば、うん、その茶色いものたちもすごいアメージングなものになるじゃないですかそうですね、そう、はい、なんでこれが、うん、もうこの盛り付けでこんな特別なものになるんだろうっていうぐらい、うん、なるんですけど、まあ、私とかがよくやるのがそういう茶色いものに青いものを合わせとくと、うん、もう本当に茶色が引き立って、へでかつ青も引き立つから、はい、相互になんかこう照らし合ってるみたいな。へだからあの茶色い食べ物が好きな方はきっとみんな好きだと思うんですけど、うん、1枚青いお皿を持っておくと便利だし、あの少し青が入っているものとかも、うん、持っているときっと手持ちのお皿で白っぽいものって多いと思うんですよ、うんうん、そこに少し青が入るだけでもやっぱ清涼感、まあ、この、うん、ね、あの今の時期特にちょっとでも量を求めたいじゃないですか、うん、そうですね、だからちょっと青を入れることとかすごく効きます、うん、いや勉強になる。いや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 。私なんてカツオのたたきをなんか何を、ま、か間違えたか黄土色のなんか器に持ってしまったことがあって、うん、めっちゃなんか顔色悪いもうすごい反省して何これってなって、なのでちょっと青い器は買います。きっと合うと思います。もうカツオがもう生き生きしちゃうかも。そうですよね、うん、もうカツオの赤のグラデーションとでクレソン、うん、なんかミョウガとかすごい生命力、あと薬味ってすごい、うん、あの使えるんですよ。ああの大葉とか、はい、まあ、今の時期ミョウガとか、うん、あとはクレソンとか、そのいろんなハーブ類ですごく使えて、うんうん、例えばちょっとなんか盛り付け失敗したなっていう時にも、はいはい、いい感じにあのごまかしてくれるから、黄土色に、はい、あのカツオのたたきを持ってすごい顔色悪くなっても、うん、お化粧をね、なるほどねそう、もう鮮やかな緑のおかげで、はいはい、なんだろう、女性がもう仕事あと疲れてなんか例えばパーティーとか行かなきゃいけない時、うんうん、私たちあるじゃないですか。そうですね、はい、とりあえず口紅塗っとけばなんとかなるみたいなそう眉毛と口紅さえなんあのしてればほぼほぼすっぴんでもなんとか、まあ、なんとかなるっていう感じのと一緒で、はい、結構その薬味ってものすごく効果的で、うん、切り方も変えるだけですごい変わるんですよ。そうなの。例えば和食とかだと千切り、はい、細かい千切りがあれじゃないですか、うんうん、でもあの例えばみじん切りにして、はい、イタリアンパセリみたいにちょっとこうパスタにかけるとかすると、はいはいはい、結構ねあの洋物の食材にもあのしそって合うんですよ。ちょっとクリーム系とかにも合うし、でそれになんかこう千切りを乗せると、うん、和風パスタじゃんみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、あのその切り方を変えたあのみじん切りだとこれは何の素敵なハーブかしらみたいな。言われてみればそうかも。そうですね、うん、千切りで入れがちだけど、うんうん、意外とそれだけでも雰囲気変わるから、すごい今日ちょっと覚えることありすぎてもう追いつけないんですけど、いやねえ、なんかその食材と器のコーディネートとかも本当お洋服を合わせるみたいな感じで楽しまれてるなっていうのが、うん、ね、焼き魚用 の, あのプレートとかもそうそうそう、細長いやつ可愛いですね。そう、あれはサードセラミックスさんってあの岐阜 の,、うんうん、あの工房のものなんですけど、うんうん、最初私もサンマを乗せる、サンマが入るお皿ってなかなかないじゃないですか。確かにあの、ね、そう鋭利な長さでね、そうそうそう、うん、でなんか頭を切れば入るんだけど、うんうん、せっかく頭つきで買ってきたのに、うん、まあなんか
頭とか尻尾切り落としちゃうと なんとなく魅力はすごく半減しちゃう気がしてて、うんうん、私は一匹丸々の乗るお皿が欲しいなって思ってた時にあのお皿に出会ってで買ったんですよ。でもせっかく買ったらその毎日サンマ食べるわけじゃないし、うんうん、その秋だけのサンマのためにこれをあの秋限定みたいにしたのもったいないなと思って、うん、結構おにぎり定食とかの長プレートだからワンプレート丸のワンプレートに置きがちなお料理を縦に並べてみるっていうことをしてみたら、うん、すごいそれはそれで良くて素敵。なんかその縦のお皿にはまるぐらいのおにぎりを2つ並べて、うん、でまあ昨日の残りとかの和え物とかお漬物をちょんちょんって並べて、でまあもう買ってきたお惣菜でもいいから、うん、唐揚げとか1個の、うん、並べると結構おしゃれなカフェ風のプレートに、うん、もうちょっといい宿の朝食くらいの感じですね。そうしかも長いお皿ってあんまり普段、うん、あの普通の食卓では目にしないじゃないですか、うんうん、だからあると結構ねあのちょっとこう変化が楽しめるというか、いつもの料理が真新しく感じる。欲しい。もういやうちとか本当に横着すぎて私はさすがにやらないんですけど、うん、なんか夫が、うん、なんかドーナツを茶碗に入れて食べてた時が可愛い。そうもう何でもいいみたいな、乗せられれば何でもいいみたいな。あの丸に丸だから、はいはい、合ってなくはないんじゃないですかきっと。ホールド感はすごいあります。そうそう下のね、はい、顎の部分をちゃんと押さえるみたいな。ホールドしてくれるけど結構異様な感じになってたりとかするんで、ちょっともうちょっとシンデレラフィットのねあのセンスを磨いていきたいなと思いました。本当にあのね宮子さんの著書の美食姿シリーズでも、はい、特に美食姿4の私が作って食べる理由っていうね、はい、2020年の11月に出たものにも食にまつわる暮らしがたくさん綴られていて、本当に私もこれを見ながら眩しいと言って思ってるんですけど、はい、ちょっともうちょっと聞きたいんですけど、うん、例えばこの調味料使えるよっていう心強い相棒調味料みたいなあったりしますか？そうですね、でも咲子さんにおすすめするとしたら、うん、本当はね魚醤っていうねナンプラーではなく魚醤という、はい、あそれでも確かに魚のね、うん、発酵調味料で、うんうん、あのナンプラーみたいな味なんだけど日本で作られてるから、うんうん、そんなに臭みが強くない、まあ多少あるんですけど、うんうんうん、ナンプラーほどウエっていうのがなくて、うんうんうん、あのアユ魚醤っていうね、はい、ものが私は好きな、うん、あれを本当にオリーブオイルと魚醤と、うん、あとレモン絞っただけで和えたサラダとか美味しいですよ。美味しそう、うん、それいい。あとはそうですね、あの魚醤に、まあ、ちょっとお砂糖と、ライムとごま油で それでもうエスニックになるし、あとはバターと魚醤も合うんですよ。あなるほどね。そうもう一気にビストロの味になって、はい、すごい魚醤の神がかり。そうなんかね、あの鶏じゃがとかってご存知ですか？はいはい、あの肉じゃがの鶏とじゃがいもバージョンなんですけど、うんうんうん、あれにあのバターと魚醤がめっちゃ合うんですよ。でも確かにナンプラーだときつすぎるけど、うん、魚醤それこそ秋田のしょっつるとか、うんうん、あと能登のいしりとか、はい、いろいろあるけど、うんでやるとかなり使いやすさも倍増。ただそれだけだとやっぱすごくこう癖が強かったり、うん、あと塩味も強かったりするの で、ね、使う量とあとまあその組み合わせる食材とが結構キーになってくるかなと。なるほどな。でも確かに私この間すごい大好きな韓国料理の先生のところに行ったら、うん、そのナムルにちょっと魚醤を入れるっていう、うん、でそれでナンプラーじゃダメですかって言ったら、うん、ナンプラーはダメってすごい言われて、やっぱり魚醤の方が軽やかだしっていうところで多分高山さんと同じ。何が違うんだろう。まあ、ちょっと癖の強さですかね、うんうん、そっか。でも韓国料理もねキムチにあの塩辛とか、はいはい、ああいうもの ね、 ねあの入れたりとかするか、そうそうそう、うん、だからすごくその理由というか、うん、一緒なんでしょうねきっと ね、 ねその発酵の調味料っていう部分で、うん、
すごい今日買うべきものがたくさん出てるけれどもあとあの見た目とか美味しさだけじゃなくて、うん、すごいちゃんと栄養バランスを考えられた食事っていうのがすごい美和子さん素敵だなと思って、私は結構栄養のことをガン無視してしまいがちというか、うん、まあ、食べたいものと栄養バランスがいいものって、まあ、比例しないこともあるなと思うんですけど、はい、美和子さんどうやってその栄養と食事みたいなところをちゃんと結びつけて、はい、やられてるんだろう。なんだろう、いやでも本当は全然栄養関係なく食べてたいなって思うんですけど、うん、やっぱりまあそれしてると仕事減ってくるしなとかいろいろ悩むと、うん、そう自分が美味しいもの食べるためにも働かなきゃいけないし、うん、まあねあの本当に、うん、難しいんですけどね。だから結構家で食べるものはバランス、外で食べるものはそんなに考えないっていう風にしていて、うん、家の中でも例えばそうです、ね、野菜でも色の濃いものとかを選ぶようにしてて、まあ、その緑黄色野菜と言われるものって栄養価も高かったり、うんうん、あとは旬の食材はすごい、うん、あの健康の理にかなってるというか、まあ、夏は本当に利尿作用とか体を冷やす効果のあるものを食べるっていうのもやっぱすごく理にかなってるし、なんかそういうのに従っていくと結構バランスよく、いやでもすか、ね、でもねすごいそこあの裏腹なんですよそんなことないんですよ本当は全然ヘルシーなもの食べたくないしとか思うんですけど、でもその中で、うん、まあだから見た目とかにこだわってるのかも、それを多分なんとなく嫌だなとかめんどくさいなとか食べたくないなとか、うん、作業としていただきますをすると、うん、すごいただもう栄養を入れる作業でしかないんだけど、うん、まあその栄養っていうものをどうやって盛り上げたら私自身が楽しいかっていう、だから結構うち主人もすごい栄養とか健康に興味のある人だったから、うん、まあ、お互いに楽しめてるんですけど、うん、あのこれ食べると私たち日焼けしたから絶対ゴーヤを食べなきゃいけないって、すごいこの間あの石垣島に行ってたんですけど、もう帰りに JA で野菜を買い込んで、かっこいいでなんか私たちは日焼けをしたからしっかりビタミン C 取りましょうって言って、でなんかそれをなんかしなきゃいけない作業だと思うってやると、うん、ちょっとめんどくさいなとか、うん、ちょっとだけこうネガティブになっちゃうんですけど、うん、だってこれはあんなに楽しかった石垣島で買ってきたゴーヤだよなるほどね、そうオクラなんてこんなに綺麗なんだよ、うん、そもそも東京のスーパーで売られてるオクラ、うん、だいたい沖縄産だからとか言って、うん、なんかもう全部そういう楽しかったことに結びつけると、うん、なんかそのただ会えただけとか、あの千切りにして塩もみしただけのゴーヤもなんかごちそうに感じるんですよ、うん、素敵。なんか今思ったんですけど、美和子さんはすごいその自分を好きでいるための努力みたいなの本当惜しまない方なんだなっていうのをすごい感じてなんか例えばあの本にも、うん、お家にいる日でも最低限の身だしなみとか、うん、こうメイクをしてみるだったりとか、うん、あと一人だからといってその料理も手抜きはできるだけしないとか、うん、なんかそういう、こうスタンスみたいなものが、まあ、誰だってこう気分上がらないなとか、うん、こう漠然とこうなんか私なんてみたいな気持ちになったりとかそういうこともあると思うし、なんかその朝の鏡に向かってなんかもう自分のことまっすぐ見たくないみたい な、うん、なんかそういう時もあるじゃないですか、はい、でもなんかそういう時にこう自分を見捨てないっていうか、なんかだからこそ大切にしようみたいな、なんかそういうなんか気持ち前向きさみたいなのすごい感じて、うん、そういうのって意識されてたりするんですか？なんか自分が自分のことを好きじゃないと、うん、多分人にも優しくできない気がするんですよ、うん、なんか私なんてとかもう結構自分に厳しいと、うん、もうそんな人に優しくするとか、うん、例えば美味しい手土産を買っていこうとか、うん、あ美味しいご飯作って待ってようとか、うん、そういう気持ちにもならないし、うん、なんかまずはね自分が味方でいたいなって思うようにしている、うんうん、
でもその自分を愛すること自体にもやっぱ努力が必要というか、なんかそこを惜しまないなんか姿勢がすごいなって思いました。そっか、欲張りなのかもしれない。いや、それはすごいことだと思うの私って。そうなのか。うん、嬉しいです。いや、学びが深いなと思っておりますが、うん、はい。アジナ副音声、ボイスオブフード。はい、というわけで今回はモデルの高山美代子さんをお迎えしていろいろとお話をお伺いしてまいりました。美代子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう話したいことが尽きなさすぎて、まだねこれいっぱい質問あったんだけど、ね、たどり着けなかったんですよ私。いや、楽しすぎて本当に時間があっという間にびっくりした本当に。なのでちょっとぜひ次回も引き続き、はい、ゲストとして出ていただきまして、次回はですね美代子さんの好きな食べ物のお話、いろいろ伺っていきたいと思います、はい。これもとても楽しみなんですけれども、引き続き美代子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。